こに跡があるわ。すり減ったような。もう、しっかり。この音は何？
これはどうやらミサで司祭がつけた儀式用の布ね。門を下ろせばもっと上まで行けるはず。何かの社ね。この地やこの風と岩の神聖な彫刻がなければ私たちは道を見失っていただろう。この地を見つけた鵜神の物語は私たちのよく知るところだが、私たちがどれほど死に近かったかを知る者は少ない。私たちは山で迷い、食べ物はなく希望もなかった。預言者すら疑い始めていた。だが鵜神が音を聞き、それが見印であると考えた。彼は音楽に導かれるまま一人で崖を登り、そこから私たちの救いを見たのだ。これは彼とその勇気だけでなく、私たちの信仰の強さを示す社である。巡礼者がここまで参拝に来たんだわ。この重りだけでもまだ使えるはず。重りが引っかかってる。あの扉を通らなきゃ。
初めてあの音を聞いた瞬間のことは忘れられないという。私の両親は社の向こうから聞こえてくる謎の音について考えさせるため私をここに連れてきた。私もやがてはここに子供を連れてくるだろう。山の音楽なくしては我々の祖先は死ぬまで地上をさまよっていただろうと言われている。だが山々が彼らを呼び戻したのだ。私のことも。ダメだ。あの高さじゃ役に立たないわ。あの重りをウィンチに取り付けられるはず。良くなったわ。扉を開けよう。天然の地形なんだわ。
写本だわ。これは精神力についての哲学書。瞑想の祈り、自制の場。これは香炉に違いない。お香をこの中で炊いたのね。でも改造してあるわ。